レジャーの日だーっしゃー。はい、四つキッチンです。久しぶり。始まった。パスタ作ります。夏も終盤に差し掛かり、みんなね、まあ、レジスタンスの視聴者のリア充のみんなは、まあ、濃厚な恋愛をしてるということでね、してるかとか言うな。してるよ、みんな。当たり前やろ。負けじと濃厚クリームパスタを作ろうと思います。ちょっと食べたくなってね、急に。前働いてたイタリアンバーのクリームパスタを若干再現する感じで作っていこうかなと思います。みちゃん食える？いきましょう。おいし。社長が、まあ、全身脱毛行って、まあ、多分パイパイになってるんで、今そのうちにみっちゃんと俺で2人分クリームパスタ作ってくれます。まあ、3人分ぐらいいっか。がっつり行こう。具材紹介。でバター、玉ねぎ、しめじ、生クリーム、調味料たち、チキンコンソメ、味の落とし塩コショウで牛乳。まあ正直これクリームパスタで生クリーム入れるような感覚するけど、まあ、なくても牛乳だけで全然美味しく作れるんで、まあ俺は好きなんでこれ使ってるだけなんですけど、でこれとかも100円とは、もうこれも一玉で言うたらもう40円ぐらいか。結構安くで作れます。3人前作っても1000円いかんぐらい。まあサイゼリアぐらいの値段ではあるよね。あのサイゼリアも美味しいけど。で、これがですね、僕の調理する時の、おつまみのエメマンです。これも結構大事ですね。これが、まあ、飲み切った後のエメマンで、こっちも、うわ、きっしょ。わ、きっしょいな。全部、ね、俺らが口がついたパリ汚い、空き缶です。反省はしてません。じゃあ、つきっていく。まずは、もうこのパスタ釜にお湯は入れてるんで、ここに適当に、お湯っていうか水か。適当に食塩ぶち込んで、茹でます。パスタを。こんなもん適当でいいんでね。まあ、ちょっとしょっぱいぐらいがいいと思う。さあ、バターいきますか。久しぶりやな、両続キッチン。いつぶりかわからんけど。両続キッチンってのはもうかなり言いにくくて、まあ、廃盤になりかけたんですけど、ちょっと頑張ります。最近パチンコ打ってばっかりやったんでね。さすがに料理ぐらいしないと。まあ、最近、レジハウスのまかないといえばもうパスタかそうめんですからね。麺類しか食ってないな、よく考えたら。ちょっと太ってきたわ。まあ、バターここにぶち込んで、いやーマジでめっちゃでかいこの玉ねぎ。バリうまそうやん。炒める前からうまそうやこの玉ねぎ。みんなもやっぱ自炊とかしてんのかな今。結構レジスタンスではうまい一人暮らしの飯とか紹介してるけどな。クソ飯か。ああいうの参考にして作ってんのかなみんな。毎日焼きそば作ってるやつとかから DM 来たりはするけど、たまにそういう変なやつもおるよ。玉ねぎどんぐらい使おう。今回なんか結構ヘルシーに作れそうな玉ねぎとキノコっていう。半玉ぐらいでいっか。いやもうちょいいこう。バーで働いてる時代は忙しい時はもう10分に3個ぐらいとかパスタ作らされてたもんですよ。それぐらいでゆっくり調理できる家は神やなと思う。なんか結構むずそうに感じるけど、パスタって作り方さえ覚えてしまえばほんま簡単やから。だってさ、大学生とかでさ、パスタ作れるやつかっこよくない？俺仲いいやつがさ、ペペロンチーノ作るのバリうまかったんけど、いや、その他の料理もうまかったんけど、ちょっと好きやったもんな。男やけどちょっと好きやった。うん。あいつんちバリ言い浸ってたもん。ということで、今からうまい飯ができるの確定してるんで、もう、勝利の乾杯。えい！よっしゃー。まあ、炒めていきますか。玉ねぎ炒めながら、ぶなしめじでちょっと、勝利するわ。キノコはもう全部いこう。バリ出汁出るから。キノコってどうやって処理するんやったっけ。やばい、忘れた。どんな感じやっていいか。ちょっと水が洗うんやったっけ。ちょっと洗おう。さすがにバリ土の匂いするわ。よし、もうこれぶち込んでいいか。オッケー、バター溶けてきたんで玉ねぎぶち込みます。調理時間は多分15分とかかな、おそらくやけど。15分って考えたら、すぐちゃう？まあそらな、白米にシーチキンのマヨネーズぶち込んだらまあ30秒で終わんねんけど。意外と安くで済むから、これも。ほんまみんな気づかんよな、やっぱ。金ない時って気づかんよな。外食しちゃうもんな。食材とかあったらお金かかるかなと思って外食すんねんけど。もう冷静になって、スーパーとかでうまいこと買い物したら、ほんま多分3分の1ぐらいの値段で生きていけるから。
そう、この世の勝ち方やね。でこれね、調理してる間に使ったものはどんどんしまっていくっていう、これは僕バイトで学びました。普通やと思うけど、ああ落ちたし、玉ねぎは結構気持ちいい、若干壊し目ぐらいでいったらいいと思います。あ、落ちたけど全然入れます。ルンバが下掃除してくれてるんで、食材落としても全然美味しいんですよ。まあみっちゃんなんかあのメロディーが降りてきたとか言ってパソコンの前で必死にキーボード叩いてる、ちょっと怖いですね。そんなん言ってるうちにそろそろあれか、周年か、あと2ヶ月ぐらいで俺ら5周年になるんですよ。毎年歌歌ってるんですけど、今年もなんかやります。はい、いつかなんか自作で曲作りたいですよね。そうなったら聴いてくれる、どんなんがいいんやろな。ゴリゴリの青春パンクみたいなやつがいいんだな。それともパチスロのラップ、パチスロのラップやったら俺すぐリリック書くで、絶対かっこいいと思うんだけど、どうやろう。オッケー、玉ねぎ来たんでキノコ入れます。キノコ、キノコいっちゃおう、キノコいっちゃおう。うっ、あ、やばい、やばい、やめとこ、行き過ぎ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 行く、あ、忘れてた。で、キノコ入れた時に料理酒、日本酒を入れると結構いい感じにしなってくれます。こいつら男飯やな、バリゴッツい。いや、なんかいいよな。自分でもなんでこんな飯作るの好きなのかなと思うけど、あれなんですよ、あのみんなにこう食べてもらって美味しそうな顔を見るのがほんま幸せなんですよね。そのためにやってると言っても過言ではない。俺が食う飯って何でもいいもん、まあ、あのサバとオクラとかで毎日生きていけるような人間やね。だけどこういううまい飯作るのは多分もうみんなが笑顔になってほしいからかもしれないね。はい、まあ、株ガーンって言ってるやろもこれドッカーンってるやろ、めっちゃ水分出てきた、やばい、キノコ舐めてた、えぐいことなってる、はい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 、もううまそうやけど、いやーこれはいい、これはね、ぜひ奥さんとかね振る舞ってあげてほしいね、男のみんなは。これ女の子もパスタ作れると俺めっちゃ好きやわ。パスタ結構男飯なイメージじゃないけど、俺の中でそういうの女の子が作る、うん、最高っすね。女の子の自炊逆に見てみたいな、何作るん。結構丁寧な暮らししてる人多いやん、あのミニマリストみたいな、ああいう人が何作ってるのか知りたいな。パスタ作ってる人って なんか良くないこれ俺あのなんかいいっていうのが結構大事だと思うんだけどさ、例えばファッションとかでもさ、そのピアスとかいろいろ小物とかをこだわり持ってつけてそうな感じ出せたらもう勝ちちゃう、こだわりある感じ出せたら勝ちやん。要はさ、あの巨匠とか言われてるシェフがさ、ちょっと微妙な味の飯作ってもさ、いやこれはねコクがたまんないんですよとか言ってたら多分それっぽくなると思うね。でそのファッションめちゃめちゃ詳しい人とかでもさ、明らかにこれダサいやんみたいな服着とっても、いやこのねこの服はねトレンドで中から来ますよとか言ってたらさ、なんかそれっぽく見えんの。だからそれっぽいっていうのを俺最近目指してるんですよ。説得力ないから俺あんまりそういうのつけ身につけていきたい。とにかくピアスつけてるやつの分かってる感が俺最近やっぱ分かってきた。俺片耳だけつけてる人分かってないなって思う。うちやん。いやそれはでもどんだけおしゃれな人でも片耳だけの人見たらこれはちゃうでって思うと。あ、そうなの、うん、で左があれやろ、大切な人を守るみたいやろ、一応もそう。まだこっからこっからやから本番は、うん、ピアスの意味なんか考えてるうちはなまだまだや、愛と一緒やな、愛の価値測ってるうちはまだまだみたいなやつだ。めっちゃいい人やん。いやもうキノコはほんまうまいからな。よっしゃ、結構いらまってきたんでそろそろいっちゃいますか。生クリーム、生クリーちゃん、いやー外クリ、外クリは何。最近なんかその良くないワードの放出量がヤバすぎる。でもあれよな、俺らのメインチャンネルもあんだけ登録者いってて、まあ、まだっすけど、あんだけ下ネタ言うてんのなかなかないよな。もう下ネタっていうかそのそういう性的コンテンツ専門のチャンネルでもないのに。おっしゃ、じゃあこれホイップぶちまけろぜ。あの気づいてる方はあれかもしれんけど、すでに汗やばい、汗マジでやばい。で牛乳もホイップのまあ半分ぐらいの量入れるかな、まあ、これはもうほんま好みですよ完全に。でこっからですよ、
このコンソメがマジで大事。コンソメの量ほんまに大事なんですよ。2人前とかだったら多分大さじ、まあ大さじって言われてもな、何やな大さじってなると思うけど、大さじ1杯ぐらいガーンってぶち込んだら美味しいっす。であとは、まあ、味見て調整しながらねやっていったらと思いますけども、味の素と塩コショウはもう賞味も適当でいい、好みで入れたり、でこれ混ぜて中火ぐらいで混ぜて煮詰めていくんや。もうこれだけでいけるで、飲めるもん。しゃあパスタいくか。これあの業務スーパーで買った、そんなあのめっちゃええやつとかじゃないパスタでいきます。よっしゃ、ちょっと多いか、前がいくか、もう食いたいしな、いっぱい。はい、OK。 まあ9分ぐらいにしようか。10分やけど9分ぐらい。パスタの表記時間な、だいたいもうちょっと1分短めで茹でた方がいい。7分やったら6分やし、10分やったら9分やしの方がソースと絡めて混ぜてる時に綺麗に仕上がるようになるから、ちょっと牛乳もうちょい足しますわ。はぁ、沸騰した。バカがバカが、お前味見ますわ。うわぁ、むずすぎー、やばい。これ俺が死刑囚になった時の最後の飯、これでいいわ。自分で作ろう、結構レアじゃん。死刑囚が最後自分で飯作ってくるのバリレアだった。うわ、これでいこう。やばい、これバリうまいな。こんな感じでね、始まりました。煮詰めてます。今あと8分ぐらいから、これこの超弱火でトロトロと煮詰めながら待ちます。ほんま多分これぐらいでもいいねんけど、もうちょっとだけ煮詰めてとろみをつけるわ。まあみんなみたいなあの濃厚なエッチなパスタ作りたいから、ちょっと待っといてくれ。暑いなぁ、ちょっと暑い時のエメマンがいいんすね。最高っすね、ほんまに。でも最近さ、あのまた再度結構パチスロにハマりだしてんけど、今ほんまパチスロ大好きフェーズ来てますね。大体あの俺の人生って4パターンぐらいに分岐されるんですけど、料理大好きライフ、これ1ね。で、筋トレ大好きライフ、これ2。料理はだからその飯をほんま作るのにハマって、なんか毎日違う飯試してみたいな時期が1回あった。で、筋トレ大好きフェーズ、これはまああの筋肉のために全てを捧げるという、あのタンパク質とかいろいろ考え、栄養素考えて同じ飯を毎日食い続けるみたいなことをやってた時期ね。で、引きこもりフェーズ、アニオタ、ドルオタ、ゲイオタ、キモオタ、もう何でもやる、もうオタの世界に入り込むっていうのはこれ3つ目ね。で、4つ目が、ギャンブルフェーズね。ギャンブルライフ、もうこれ今ここになってるわ。もうなんか好みを投げ出して、右腕がちぎれても左手で絶対回しますぐらい、ギャンブルずっとやりたい。なんかあんのよな、そういう時期やな。結構その俺、一回ハマったらもうずっと没頭してしまうタイプやから、ほんまね、止まらんくなるのよ。で、そのためやったらなんか大事なもん犠牲にしたりしてやっちゃうタイプやから、なんでしょうね、好奇心があってハマりやすいっていうのは、まあなんか褒められんねんけど、まあ一概にいいとも言えへんよな。普段の生活がちょっとおろそかなっちゃうレベルで俺好きになっちゃうからさ。まあでもみんなもそうやと思う、多分同じやと思うねんな、そういうところでは。牛乳開けたばっかりなのに蓋捨ててもうた、何してんの。でも久々に料理作ってるけどやっぱ楽しいな。もうちょっと牛乳入れる、こんぐらいしときましょうか。このぐらいにしといてやろうか、今日。クソうまいんやろな。なんか間違えてバズらんかな、この動画。知らん一般男性が飯作ってるだけの動画バズらんかな。正面あの専門家とかより俺みたいな一般人から作ってる方がなんかいけそうじゃん。結構俺のこと舐めてかかって作った方がいいよ。作れるかよ、マジで。あの、りょつなんか生きってるけどこんな簡単やみたいな感じでみんなができるようになってほしい。男子も女子もパスタをガンガン作れるようになってモテモテなライフ送ってほしい。なんでか知らんけどお腹痛くなってきた。ちょっと茹で上がるまで少々お待ちしよう。よしよしよし、結構いい感じに詰まってきたんじゃないですか。わっかん、これうんま、マジでやばい、これやばい。これみっちゃんも喜んでくれるやろな。これは喜んでくれるやろ。おっしゃ、来たか。ちょっと確認しますわ。オッケー、完璧。やばいね、パスタ茹ですぎたわ、めっちゃ多い。本来ここで混ぜるつもりやったけど、ちょっと
多いからパスタこっちに入れてソースこっちにぶち込んでこうするわ。あったっつあっつお前うら見ろこればっかりやろこれここにおいあかん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 携帯ぶっ壊ちょっと弱火で火つけながらかき混ぜたら終わりや。よっしゃ先にみっちゃんの分入れるか。あれあなんかおしゃれな皿一個もないやレジャーズ用みたいなおしゃれな皿ないのもういいか。まあそれも一般人クオリティとかでしょ。これはやばい久々にめっちゃうまそうな飯できたな。具材全然ないんだけどどこ行った。どこ行ったどこ行ったベンデッタどこ行ったどこ行ったベンデッタ。さすがにちょっと映えるように上に具材乗せないとな。はい完成。4つ特製玉ねぎとキノコのパチンカスクリームパスタ2023年スペシャルエディション夏です。よしこれ食ってもらおう。OK 食うぜ。いただきます。これいいっすよ。もう回ってます。いやもう回転してるな。うわターリー回転してるな。これあれかえのきとひじきのうんカルボナーラ。全部ちゃうやん全部間違える人やん。何これ。え、これは玉ねぎとしめじの、はい、しめじかうん、まあ、キノコっつったけどしめじのクリームパスタ、うん、おー、なるほどね。結構な、あの店の味再現したから、はい、ほんまにうまいと思う。しかもフォーク出てきた。そうやん、いつもフォークで食べてるから。お前だけちょっとおしゃれに、おしゃれに行ってくれや。ありがとう。いただきます。いただきます。もう香りが、香りがやっぱもう店の香りやもんな。そうやん、これするやん、イタリアンバーでとかでこの香り。うん、するするする。イタリアン店よく嗅ぐもん。せやろ。うん、三宮のさ、うん、あのなんたらどう早く食えや。早く食えや。冷める冷める。全然みちゃんあるある。こっち持ちながら喋るやつあのさ俺さやばい。しめじか。せいただきます。しめじでいいか。うん、どうですか。いやはい、すっごいうまいね。これおお。ちょっと塩分まあ俺らの家結構多いけどこんな感じだけどまあうまいわこれは。いいわ。あうわ玉ねぎの旨味バリ出てるやん。いや塩加減ちょうどいいかもしれん。マジで。いや俺は好きですよね。でもこれマジでうまい。これ僕は好きですけどね。ほんまに美味しいわこれ。無限に食えるな。これしめじもねやっぱもう主役みたいな顔してさ、うん、おるけど玉ねぎ、はいはいはい、玉ねぎ好きなんや。玉ねぎが結構普通のパスタのクリームパスタやったら、うん、まあそのキノコの香りがとか風味が香りますねみたいな。俺もそんな感じやねんけど玉ねぎなんや。うん、結構多くない玉ねぎ多分。うん、ちょっと多めに入れてん。それがいい味出してる。玉ねぎもキノコも結構多めに入れてるわ。しめじどこで取ってきたん。しめじは炒めの小屋やねんか、あそこの裏で取ってきたよう生えてるもんな。わざわざ袋に入れて、うんうんうん、ブナシメジって書いて、うんうん、持って帰ってきてんけど。いいんや、野生のシメジって取ってきても。いや、明日死ぬと思う明日で毎日証拠終わるわ。あれあれ、つかげ頑張ってくれるか。あー、せや、お願いしよう美味しいっすね。いやー、ええな。うん、魚が脱毛してる間に人間はクリームパスタを食うっていう。うんま、この世の宿造みたいな感じがあって魚なのに脱毛すんの。うん、魚って鱗取れてないんじゃん。なんか産毛あれやん。ああ、産毛か。うん、うまうまいわ。今日バイオで2000マイラしてきたわ。あ、マジで決済行ってきたん。どうやって負けんのかわからんもんもうなんかほんま分からへんねん、うんうん、最近負け方。で珍しいな、よくんが。もうで、気分ようなって、うん、スーパーにしてクリームパスタの具材買ってきて。うん、最高っすね、ほんまに。うまなんか英語音楽できた。いや、俺ヤバいの作ってるかもしれん俺ヤバいもの作ってるかもしれん。マジで揺るがす。揺るがすかもしれん。揺るがす系。揺るがすかもしれん。やり上げる系か。うん、やりラフィー系。マジで。いや、ちょっと聞こえてきたけど、バレオシャレやもんな。全然使い方分からん、あれ先ほどソフトみたいな全く使い方分からん。いや、そうやけど、パッと聞いた感じめっちゃ良かったよ、うん、あ、うまやっぱあれなの、両耳開いてるからな。片耳ピアスの俺にはやっぱ作られへんリリックってことや。あ、ピアスの話。うん、まあそうなってくるな。そうやな。うん、両耳開いてないと、うん、自分家にあんな香水置こうと思わんもんな。
まあそうなってくるか。読み物見てないと自分ちの壁にギターかけようと思わんもん多分それがやっぱ片耳と両耳の違いなのかもしれない。なんかそのやっぱな、あの分かってる感、分かってんねんけど俺の中で分かってる感出てる男代表やから、やっぱあの俺すごいなと思う。お前が多分さ、ほんまにわけわからん服持ってきて、いやこれマジで可愛いっすよって言ったら多分可愛いね、うん、で俺がこれ可愛いっすよって言ったら、うん、みんな無視するの、うん、それがなんかおおってみちゃんとかやっておおこうやってやってくれよ、もうジポンどうしたらいいんじゃんこれって。煽ってくれ。煽ってない、煽ってない。それないもんな。煽ってないよ。なんてコメントしていいか分からへんだけいつもなんて言ったらいいか分からんくなる。困ってるやん俺あかんやんじゃん。おおおおって、うん、でもよくないなっていうのもよくないから。あれだお前、その優しさお前よくないで。個人的にはあんまいいと思わんけど、うん、まあ、リョックンがいいならいいやんっていう。ああ優しさにもさ、うん、人は喜ぶ優しさと、うん、人が育たない優しさってのがあるね。いやでもそれで良くなっていってるから現状。ちゃう。うんちゃん。いや結構周りの人にボロカス言われて変えようと思って。言われないやろ。だから1年前のさやつと比べたらさ。まあまあ戦争良くなったよ。うん。でそれはほんまにでも、うん、なんかイカって昔。はい。昔か半年前ぐらいか。うん、最近。俺がインスタ投稿しとったら。うんうんうん。女の子の友達が見かねて、うん、俺に LINE を送ってくるっていう。おお、なんて。もうちょっとこうした方がいいかもみたいな。もうちょっとなんか足長く見えるように、うん、こうシルエットとか意識した方がいいかもみたいな。でみたいな来てん、うん、ああなるほどなと思って、うんうんうん、でもなんか、うん、もうなんかもっと思ってることありそうやなと思って、うんうんうん、シルエットごときで、うん、その1個送ってもんやろと思って、うんうんうん、他なんかあるって言ったら、うん、8通ぐらい来た。で総合したら、うん、鼻と目以外全部あかんの。鼻と目は好きみたいな、うん、この辺はいいねんけどなって、近くで自撮りしたらいいねんけど、うんうん、やっぱ全体がな笑ってきたのに。めっちゃ覚えてるわ。なんじゃこいつのって。落ち込むやん、うん、めっちゃ落ち込んで反省して頑張った、うん、それだけじゃないですけどね、うんうん、やっぱそんな俺も言われるからな全然。え、ないやろ。あるあるある。それでもあれやろ、気強い女の子やろ、どうせおしゃれな。もう全然気強いやん、女の子って。まあ、せやけど。分からんけどさ。せやけど。もうダッサーとか言われんねん、普通に。ああ、言われんねん。うん、うるさいなと思う。口が裂けても言えんけどな。そんなこと言わんでもええのになーって、うん。食い切ったら動画終わろうとしてんねん。知ってるやん、俺くん遅い。いや、知ってるけど。うん。知ってるけど。知ってるやん、俺くん遅いのさ。うるさいけど。今日は10分の1の早い日かな、思って。うん。無理やろ、カメラも入ってるの。そっか。結構入ってるし、ほんで。そや、結構入れたら。まだおかわりあんねん。すごい、うん、いつもいつ食べるもんな、みんな。そや、もうだってそうめんとか4人で7玉ぐらい食うもん。うん、2キロぐらいいつも茹でてくの、うん、昨日2人やったけど2キロ茹でてたもんな。2キロも茹でてないよ。重たーって。2キロ茹でとったらお前もう6割ぐらい余るやろ。もう俺眠いもん今。もう今から寝れるもん。おかしいもん、なんで昨日2キロ食った分が今来てんねん。おかしいやろ今。ずっと重たい。で2キロ揺れてないって。うん。体重測ったら多分めっちゃ増えてんで。増えてないって。結構普通に炭水化物やけど、うん、うまいこと消化されて腹とか出ていくって。うん。いやーでも美味しい。ほんまにさすがっすね、シェフ4つの。いやーよかったです本当に。三つ星です。三つ星。はい。みっちゃんから三つ星もらってるからね。三つシュラン三つ星です。うわー三つシュラン来た。え、先食ってた納豆とかは何つ星なんて。いや星ないっす。あ星ない。ちゃんとあの評価は。正当に行われてるんで。ああそうなん。全部3とかじゃないですよ。あ、よかったよかった。大丈夫です大丈夫です。いつも食ったら玄米にキムチと納豆とかこう卵かけて食ってるやつも別に星ないっすからね。ああ星ないんや。評価外なんで。やっぱちゃんとそのこういう料理じゃないと使えへんっていう話、はい、もちろんもちろん。だから3ですこれは。へえ。店で出せるレベルですよ。あマジで。じゃあ外食もだから3ってことやろ要は。いや外食は俺外食結構厳しいから。ええもん食ってますから。食ってへんやん、あんまり。あんま食ってないから、まあ、ウーバーイーツでそばばっか食ってるやん。社長がそそのかして。社長がむちゃくちゃ好きやん。で、毎回ここにそば来てさ、うん、で、そば食ったら眠なって、で、机の上ぐっちゃぐちゃのままみんななんか解散してさ、結構俺が片付けるケース多いんだ。あんま、ちゃんと片付けてるつもりなんですけど。そうだ。昨日さ、なんかハンバーガー頼んでたんが、うん。さっきまでハンバーガーのゴミあったの知ってる。
いつ捨てんのかなと思ってさ、結構様子が上がってるけど、うん、結局24時間捨てずに、ちょっと食べられてはおった食べれてはおった食べられてはおったね、うん、脱毛行ったわあいつアマゾンの箱のゴミとかやばいわ、うん、まあ、レ君がいないとレジハウスは散らかって立派らしいということで、いやいや、そんなこともないけどな、こういう水回りとかは結構やるけど、うん、何撮影部屋のさ、うん、衣装ぐちゃったから整理しますみたいな、はいはい、あんなもん全くやらへん、ああ確かに、撮影中ずっと片付けてんもんな、せこせこと、うん、あのシステム系のやつは俺ほんまにできないでもさ、うん、システム系で言うと、うん、あの水回りのさ、うん、洗い物、うん、だ俺は結構食ったらすぐ洗うタイプやね、まあそやな、自分の分だけな、うん、だからこう置いてあるやつはもうちょっと関与できひんと、はいはいはい、すいませんと、なるほど、見逃してんねんけど、うん、気づいたら2日ぐらいでさ、うん、食洗機がパンパンになってさ、うん、皿なくなってる時あるやろなあるあるけど LINE には多分なんかあったよな社長がシンクの中には絶対に器はないようにしましょう、そうだな、りょっくんが記憶なくなってるだけで全部りょっくんの皿やねあれ、あれ俺の皿なんかなでもなんか全部処理してるけどな、まとめて最後にまとまってんのが2日後や、ああなるほど、まあ、いろいろあるよな、シェアハウスの難しい、だからなんかお前いい加減にせえとちょっとええ加減に洗ってくれよって感じやったやなるほどな、最近めっちゃ洗ってるわ、いいですね、ありがとうございます、お前らの分まで洗ってる、ああすみません、ちゃんと反省、昨日洗ってくれた、ちょっとさらにしてくれ、ありがとうございます、頑張るからこれから、はい、美味しかった、そう食ってなきゃんけもう終わろう、もう感想ちゃんと取れたし終わろう、はい、お疲れでした、ありがとうございました、簡単なのでご家庭でぜひ、ごちそうさまです、さよなら。